チャオ、あんちゃんです。レゴの GTR、まんちゃんにいただきました。ありがとうございます。早速作りたいと思います。では、作っていきましょう。まず内容物。ブロック。シール以上です。レゴのね、これはね、レゴ史上初めての日本車です。今までレゴは日本車のモデルがなかったんで、今回発売の成績が、いただきました。では作っていきたいと思います。ちょっとね、100均のね、タッパーをね、最近ちょっとレゴ作ってないから、タッパーをどっかやっちゃったのよ。まあ、いきます。昔ながらの作り方でいきます。まず、動いて、なくさないように、開けます。で、一番目とかね。ほんまね、タッパーだったよね。ないかな。なんかの箱でいこうか。富士見模型のね、ずいかくちゃんの箱に入れましょう。そしたらね、なくさへんのね。今回1個のブロック、1個のブロックね、ブロック一緒にしてもいいねんけどね、分かりやすく1と2を分けといたらね、作るとき楽やねんけど、要はね、ブロックをね、ガチャガチャっとこう探すときに探しやすいからね。中で見ます。これ1のブロックね。2のブロックを、2のブロックを髄核のそこに入れようか。髄核もちょっと出しておきます。これでも一緒にしても大丈夫かもからね。これでいいじゃん。大きいブロックになってくるとね、この入れ物をいっぱい増やして、パズルじゃないねんけど、いろんなピースに分けた方が楽やねんけど、この大きさやったら、これやったらもう分けられるんで、一緒にしましょうか。これでいくわ。動画上ね、テーブルの絵が散らかっちゃうと、動画が綺麗に見えへんので、作りやすいのは分けた方が作りやすいのでね、ここでいきます。まず、こういこうか。1、車体。2、赤。これがね、4つ。タイマーしようか。ヘイシリー、ヘイシリー、タイマー20分。はい、20分からカウントダウンします。はい、裏側ね、ここに赤を R35 です。 GTR のね、なかなかね、レゴではこれ初めてなんで、日本車初めてなんで、ちょっとあちゃん楽しみ、これちょっと欲しかった前からね、はい、これをね、買っていただきました。で、黒のアーチで、ではね、こうやってね、ガチャガチャ探すのもまた楽しいよね。次のブロックはーって言いながらね、こう
こうかな。はい、次はこれがあります。でこれを裏から作っていく。斬新やね、これまだね。こういう作り方はね、初めて。もう斬新で、表返してこのブロックでね、茶色ブロックをどっち側だ、よう似てるか分かれ、これでしょう。前も後ろも一緒かな。こうか、こうやね。こっちに、こうやね。はい、で赤のこれが2個で、ちびの1個。が2個。結構あちゃんレゴ好きでね、昔から結構レゴが欲しかったりしてね、よね、子供の頃ね、レゴとかのダイヤブロックとか買ってもらったんよね。だからね、結構テンション上がる。やっぱ車が好きやからね、余計ね、車のレゴはテンション上がるね。こういうところがね、男の子の趣味をしてたっていうのも、あっちゃんの、ね、あっちゃんらしきところやとは思うんだけどもね。女の子でありながら男の子の趣味というのは、まあ、そういうのはまあ男女関係ないんやけどね、でこれがこう、あれこうか。ネイルやってからね、レゴするの初めてやね。このネイルやると細かいものを使うのがすごく苦手でね、プラモデルとかこれ作り物を全然やってなかったので、意外とレゴはできるね。なかなかこのね、見つけるのは難しいよ、細かいですよ。パーツ状の部品、これかな、これやな、これ2つと芯が切っちゃう、これが4つ。次の部品も出しとこう、ついでやし。で、これね、で、ここに、でこれがこうかな、こうかな、ちょっともう車っぽくなってきて、ね、でこうやね、こうに、あ、この間か、さっき赤やな。あ、下落ちた。こんな感じかな。はい。で、これと、これが2個。これも似たブロックあるからね。違うの分からんよね。これやね。で、で
詐欺出しといたら楽やねんけどね。こうやね、赤とかが全部隠れてしまうね。寂しいね、せっかくつけても。間違えた、間違えた、外すんが硬いね。ブロック外しがないからね。こういう時ね、ネイルをやってると入らへんねんね。こういう 薄刃をね、隙間入れていって外す。もう一段こっちやった。で、こうやね、こうです。で、これがこの後ろ、12番までできた。で、次これが2個。違う、似てるけど違うよ。これが難しいね。これいくらも、これが2個で、これが1個。で、これを、で、ここやね。で、こうやね。で、これが、こうやね。おお、すごい箱になってきたね。フェラーリとかね、昔アストンマーチンちゃうのは、マクラーレンとかでシュッてしてたけど、でボテッてしてるね。これが GTR の特徴だよね。 GTR 結構ボテッてしてるからね、その特徴をうまく捉えてる、スーパーカー、中身はスーパーカーやけど見た目がスーパーじゃないところが GTR なんだよね。あの形で速いっていうのがね、魅力的。日本人の奥ゆかしさを、なんていうかな、具現化というのか、形にしてる気がしてね。スーパーカーっていかにも速そうな形してるやん。ランボルギーニ、フェラーリって。GTR ってどっちかったら普通の車っぽいのに、めちゃくちゃ速いでしょう。そういうところもちょっと魅力的でね。なんか日本人らしさが出てる気がして。よいしょ、はい、微妙に赤が見えてるところとかね、何かあるんやろね。せっかく赤つけたのに隠してしまうっていうのがね。なんだこれ、黒の2個、これかようわからん部品が刺さってる。これは何だろう、この棒は。出来上がるまで何に使うもんかわからへんね。またレオの面白いとこやけどね。と、ここか。で、あ、この上にこれがつくんや。棒はないねやろね。ピュンって出てんの。全く見当つかへん。
何になっていくのかもわからへん。これ3つ。これかな。で、これが3つ。こっちかな、どっちか分からへん。これだ。1ページ分全部ね、揃ったでしょ。これやるとね、作りやすいんよね。だんだんね、ブロックみたいになってきた。ブロックやけど、箱になってきたね。GTR は何で、こっちやった、ちっちゃい方やった。よいしょ。で、これはどこへつくのでしょうか。これじゃないわ。よく似てるけど違う部品やった。こっちや、これや、これや。慌ててたら違う部品でしたわ。これをこうやね。で、これが、こんな感じ。はい。ここまでできました。これが本当に GTR になるんでしょうか。不思議な不思議な感じ。で、で、白の残り、白の残り、残りが2つ。よし、ようやくね、シールが出てきます。これを、まずね、ここだ。白がね、ここに、こうやね。こんな感じ。で、これにナンバー10とナンバー8。これをするときに、ピンセット。ナンバー10をね、ちょっと待ってよ。これでいいのかな。こうかな。逆かな。逆だね。逆、割っちゃいました。
こう立つからこうやね。よいしょ。こんな感じで、立つからこんな感じ。で、これをこうやね。おお、なんかラインがついた。ちょっとね、何やらかしら GPR っぽくなってきたね。で、これに、これをこう貼って、貼ってじゃない、をつけて、でこれに10度。こうか。こうだ。おー、ちょっとフェンダーのね、ラインが出てきたね。はい。で、まあ、逆、また逆のもの。さっきもっこりした他の線が引きちゃ大変やったのに、あとまだ2個いんねん。ないよ。あった。で、7。よっ、あんまが早い。よし。よっ、フェンダーのラインができてきた。うん。時間も同じやね。はい、20分経ったんでね、25番までできましたよ。で、ここのね、キリのいいところまで行きましょう。こうやかな。はい、ね、どこまでできたのかちょっとわからへん。まあ、こんな感じのものができてきました。前か後ろかもわからへん状態。かなりこっちが重たいね。こっちがめちゃくちゃ重たい。こっちばっかりできる。こっち空っぽいんだけどね。もうこの辺で第1弾終わりにしたいと思います。第2弾次回に続きます。はい、ということで今日は、レゴの、スピード、レゴスピードチャンピオンズの、世界初日本車のレゴ、スカイライン、スカイラインというかね、日産 GTR R35、ね、この辺できました。また続き次回作っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、レゴ制作、久々のレゴ制作、世界初日本車、GTR、日産 GTR、第1弾目よかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して次回お楽しみに。次回完成できるかな、まだもう1回ぐらいあるかな。かなりパーツは減ってはきてるので、ね、なかなか手応えあります。はい、で次回26番から作っていきたいと思います。では。